徳島県立富岡東中学校、高等学校は、徳島県阿南市両家町にある公立中学校、高等学校。2003年度より3年間学力向上フロンティアハイスクールに指定されていた。羽浦町に、羽浦校もある。愛称は、富東。県南部の県立高等学校。通学圏は、県南部が中心である。体育系部活動には全国大会の常連校として有名な部が多い。特に女子剣道部は全国有数の強豪校として名を馳せている。他に近年全国大会に出場を果たした部はバレー部、バスケット部、ソフトテニス部、陸上部等、軟式野球部などがある。琴絵同窓会が設立されている。卒業時に永年会費として4000円が徴収されることとなっている。平成29年11月4日、東京琴絵同窓会設立総会が東京都内の第一ホテル東京にて開催された。総会は阿南市長、県議会議員をはじめ7名の来賓の方々のほか、昭和26年卒から昨年度卒業生した。平成29年卒までの幅広い年代の東京琴絵同窓会会員39名、同窓会事務局より6名、計52名の参加があった。ありがとうございます。